独裁キャラバン .com 岩佐です。今日は富士登山競争第71回開催されまして、北陸公園にやってまいりました。山頂コースに下美希さんです。今シーズンなんか乗ってる感じ。そうですね結構順調にここまで来れてます。ちょっと私の記憶では UTMF の、ね、STY の印象も印象に残ってましたけれども、はい、富士登山競争は富士さんにとっては好きな得意なレースですか？いやあんまり得意じゃないですね、はい、きついので、はい、苦手です。どっちかというと、はい、今回というか今シーズンは、はい、やっぱなんか順調ですか？そうですね、ちょっと、まあ、細かいちょっとした、まあ、故障とかあるんですけど、でも出場したレースはほとんど優勝できてるんで、まあ、今回は2位だったんですけど結構順調に来れてます、ね。はい、今回の富士登山競争は、まあね、天候が、まあ、割といい天候かなと思いましたけども、はい、コースは意外と上の方がちょっと走りづらかったりとかっていうことを皆さんおっしゃってました、はい、こう今日のご自身のレース展開についてはどんな風に振り返りますか？そうですね、やっぱり最初のスタートが早く感じて、まあ、でもそこでついていかないと勝負にならないので、この馬返しとか、ね、そうですね、5本目でのロードの区間馬返しまでが苦手なんで、まあ、そこをとにかく我慢して、6番ぐらいで馬返し通過できたの でタイムも去年よりちょっと早かったのできつかったんですけど、ちょっと気持ち的に少し楽になっていいペースでいけてるんだなっていう。で前にのランナーがいて、そのランナー目標に行ってるうちに、まあ、5号目に通過して、そこから拾っていけた感じですかね、はい、馬返しのところでは、まあ、大谷さんはちょっと前に行ってましたけども、はい、けどその続くのはかなり集団、そうです、結構人数いましたよね、はい、そうですね、まあ、でも見えるところに2位の選手は高瀬選手なんですけど、高瀬選手と加藤選手がまあ見えててっていうところだったので、はい、まあ、目標があったからちょっと頑張れたかなっていうのもありますね。どのあたりでこう前の2人を抜いたって覚えていらっしゃいますか？はい、岩場7合目過ぎの岩場だったと思うんですけど、6合目過ぎてこうジグザグのこう砂のところのこうジグザグのところで防火帯のね、防火壁の前に、ね、はい、こうなんかこう一つこうなんていうかな、斜面をこう曲がるごとに前との差が縮まってきてたのが分かって、高瀬選手もどんどん近くなってきてるのが分かったんで、うん、まあ、そこでまた少し元気が出て岩場入ったら割とすぐに追いつきましたね。ですね、ただ本当は抜いた後もっと突き放したかったんですけど、50分切れるぐらいのペースでやってたと思うんですけど、最後伸び悩んだなっていう。8号目最後のチェックポイントでしたっけ、富士山ホテルかな、あそこからが思ったほど上がらなくて、うん、タイムもあんまり伸びなかったのがちょっと悔しいですね。しかし、まあ、素晴らしい結果だったと思います。で今シーズンはこの勢いでまだ夏秋と続きます ね。どういったこう予定されてますか、あれ目標とされていること。そうです、ね、スカイランニングでは、スカイの最終戦の志賀高原エクストリーム全4戦の最終戦ということです。そうですね、そ10月そうですね、で同じ時期なんですけどトレランでは破折ね、やっぱりちょっと時期が被るんできついんですけど、その秋はその2つのレースをメインにしたいなって思ってます。このリズムだと結果がなければどちらもかなりいい感じいけそうですかね。去年このレースの後に怪我したんでちょっと夏休み気をつけようかなっていう、はい、そういえばここ 1,2 週がものすごい暑いんですけど、はい、牛田さんはトレーニングというかどんなこと工夫されてるとかもし教えていただけたら。そうですね、まあまあ、山を走るのは土日なんですけど富士山に来てちょっと、まあ、涼しいじゃないですかあとはやってないです。あとはもう本当に朝の時間にちょこっとやるぐらいで、もう疲労も溜まってたんで、もうこのレースの1週間は本当にもうほとんど練習してないです。疲労抜くっていうのであえて無理してやる必要もないかなっていうので、はい、自然には逆らわずに。そうですね、ですかね。
ということでした、ね。石田さんの快進撃が今シーズンの、ね、秋も夏秋と楽しみです。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。